今なんとお目当てのお店に到着しました。今から何が起きてもトラブルが起きようとカメラは止めません。カメラを止めない。今から行きます。向かいます。たどり着きました。おはようございます。おはようございます。はい、はい、中柄の、はい、チンピー三勝多め、はい、お願いします。はい、じゃあ香りがいいところね、はい、もう今日ね終わりですからね、最終回混ぜましょう。各地の名産物7位と中柄になります。まあ三度三度の食卓の友でございます。さあまずはこちら四国讃岐の名産物からいきます。八つ房のこちらも木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物に、これ尊い薬剤のみかん、これみかんの皮を粉末にした陳皮、磯の香りを味わいましょう。江戸は東京からです。こちら松葉園から松葉のり、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっております東海道朝倉山の本山椒の粉山椒に、噛んで香ばしいのが野州栃木の名産物日光名産、これ麻の実が入ります。最後生の唐辛子をこちらごまの油で焼きました。長野善光寺の名産物焼いた焼き唐辛子から7色からのこちらお目通り七味七色となっております。これ7種類から、さあこれも各地の名産物から名産品混ぜて出来上がりました品物からは、こちら一般ご家庭大衆向き用の辛さが中辛になります。まあ、七味唐辛子は香りからまた風味香り味わいましょう。製造直売サンドサンドの食卓の友でございます。さあこれもただいま混ぜありましたのが中辛、300年の伝統江戸風味七色中辛。さあこれも海苔が入って特製ごま山椒の香りを加えます。ごひいきご愛嬌、まずシングル一杯の巻き、お兄さんの気持ちです。ダブルのサーブやったー。私の気持ちデリシャス、多めに入れておきます。ビューティフル、素晴らしい。美味しいからね、これね、朝夕の食卓の友でございます。まあ風味素晴らしいです。江戸土産七色でございます。まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。300年の伝統ありがとうございます。もうね、美味しくいただいてね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。